パトリックちゃんのトラウマは、羽乳血源に負けたソチゴリンの銀メダルだった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ロシアのメディアで、羽乳血源選手のライバルでもあったカナダのフィギュアスケーター、パトリックちゃんがインタビューを受けた。今のスケート界について様々な質問がされた中で、 ちゃんの取った3つの五輪メダル、世界選手権3連覇のメダルのうち、どれが一番落胆したか、という質問が、ちゃんは間髪を入れず、ソチ五輪の個人戦の銀メダルが一番悔やまれたと答えたのだ。ちゃんは長らくソチ五輪の銀メダルを恐ろしい失敗だったと、感じずっとこの結果を受け入れられなかったそうです。 それは、金メダルを獲得した羽生選手のぬめりが完璧ではなかったのに、自分はそれを利用することができなかったからなのだとか、金メダルへのドアが開いていたのに、それを自分で逃してしまったことをずっと悔やんでいたそうです。今では、自分がオリンピックチャンピオンになる準備ができていなかった、金メダルにふさわしくなかった、と思うに至ったと言います。スポーツライター。 平昌五輪では個人で9位と落ち込んだちゃん。それでも団体戦で金メダルを獲得し、競技から身を引いた今んだからこそ、冷静に過去のトラウマを生産できたのではないだろうか。競技生活を続けるアスリートは、日々、常に厳しい戦いに身を投じているということを痛感させられるインタビューだった。芝講氏羽生血源プロフィール宮城県出身。 2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。